養父市の明延鉱山で3年ぶりに恒例の一円電車祭りが開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。日本一の鈴鉱山として栄え、2017年に日本遺産に認定された明延鉱山では、かつて労働者たちを1円の運賃で運んだ1円電車が走っていました。これを地域再生の目玉にしようと、2007年から1円電車祭りが始まり、今年は新型コロナの影響で3年ぶりの開催となりました。イベントではおよそ150メートルの周回軌道を走る一円電車黒金号の試乗会をはじめ、銅や亜鉛などの鉱石を探す鉱石発掘体験も行われ、会場には賑やかな声が響いていました。最初ガタンってなってびっくりした。涼しかった。風が入ってきて初めて乗りました。どうですか。なんでしょう、小さいですけど、やっぱ子供にとっちゃすごい貴重な楽しい体験だったと思います。また普段は非公開の探検行動の見学会も行われ、参加者はめったに見ることのできない鉱山の世界に見入っていました。